はい、はい、始まりました。もう行く？大丈夫です。第13回、はい、アベモータースゴルフカップです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで、はい、今回私杉本と、はい、小松が、だ小松が小松が、はい、そして新しい、はい、石井です。お願いします。はい、若手のなんとセールスが、はい、3人でお送りしていきたいと思います。アベモーターズということで、今日はあの台風がね、はい、すごい台風10号が心配された中、本日非常に晴天が迎えております。はい、良かったです。はい、ということでこれから回っていきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今3人でカートで回っております。まあ今年も開催することができましたね、無事に。そうですね、はい、石井は今回初参加？ゴルフカップ自体は2回目です。だから撮影は初めて参加です。去年いた？去年いました。ああ、ちょっと影薄かったですねえ、ゴルフやんの？ゴルフは始めるところです。まだ1回しか打ちっぱいったことないです。なんと今回もゴルフ素人3人で回ってますね。ゴルフカップなのに。でもまあね、見るのがね、はい、あのお客様の方々があのプレーで楽しんでるところを見るのが、ね、はい、やっぱりあの我々もねちょっとあのやっぱそこが幸せと言いますか。そうですね、はい、今こちらマスター前です。はい、今このマスター前のね、前のところにはこれ今ちょっとあの BMW とミニの、2台の車を今展示しています。まずこちら、見てください。はい、こちら XM、 もう存在感がすごいですね。大きさもありまして、やはりこの顔つき鋭いですね。この細い、スモールライト、はい、もう夜中後ろ走ってるとちょっと怖いなと思うんですけど、でもそれほど存在感があってかっこいい車です。タイヤも、ホイールですね、23インチの、はい、タイヤを履いていて、もう横から見ただけでも存在感がすごいです。なんといっても私のやっぱり一番のお気に入りポイントは後ろですね。リアから見た時のこのマフラー4本だし、あとこの XM のこのロゴですね、こちらもう本当お気に入りで、なんといってもテールランプも割とこう特徴的で、こう機械感を感じさせるような、はい、かっこいいデザインになってます。はい、こちらからは、新型のミニの、前から、今こちら今、ご案内をしたいと思います。そしてね、今回ちょっと私ではなく、ミニ目黒の、翔也さんか、はい、ちょっとこちらの新型ミニを、説明していただけるということなので、ぜひちょっと、まあ簡単に、はい、こちらのミニの、特徴をお伝えしていただけると、いいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、こちらに展示しておりますミニの新型3ドアですね。今年の3月にフルモデルチェンジをいたしまして、グレード今までクーパー S、 クーパー馴染みがあったと思うんですけど、ミニの名前がミニクーパーに変わりました。まずホイール、こちらもデザインニューモデルになってから斬新なデザインが増えまして、あとはミラーお気づきの方もいらっしゃると思います。サイズが大きくなりました。はい、ではこのままですね、一応ガソリンのモデルになるので、ハンドルは従来通り掴めるタイプになるんですけど、こちら電子になるとフラットになっております。はい、でミニといえばやはりユニオンジャックのテールランプ、想像される方多いと思うんですけど、デザインがまた三角に少し変わりまして、はい、でこのままですね、クーパー S という、今までだったらロゴの部分も斬新なデザイン、少しフラットになっております。でなんといっても気になる内装ですね。失礼いたします。ミニならではの丸を基調としたデザイン、そしてセンターディスプレイが大きくなっております。よろしければぜひショールームでもご覧いただければと思います。ありがとうございました。はい、こちらの給水所の前に来ております。はい、こちらにね、いろんな、まあ、スタッフの方々がこのように、見てください、サポートしていただいて、おりますが、そしてこちら、美女2人が
このようにちょっとあの急須水係をしていただいております。はい、こちらでですね今からお飲み物を、いただきたいと思います。商品のラインナップを、こちらで、おすすめ含め種類、ちょっと、ご説明させていただきますので、ではよろしくお願いいたします。はい、ラインナップはアクエリアス、お水、緑茶と炭酸水のペリエとゼリーご用意してます。さとちゃんのおすすめは？私のおすすめはペリーです。シュワッと爽快にいかがでしょうか。はい、じゃあそれもらいます。どうぞ。ぬるいやつ。天気いいですね、本当。でもこのぐらいで良かったね。本当そうっすね。なんか前すげえ暑くなかったじゃん。はい、まあ雨よりいいっすよね。いや雨やかより全然いいよ。だって雨降ったらさ、寒いよ。去年寒くなかったの。そうですか。直進。あ、なんか 出始めたよ。あ、出始めましたね。うん、ピンまで133。あ、ヤードが出るね。出てるね。まあ、あれですね。見えてきましたね。本当だ。X2。はい、こちら4番ホールになります。こちらの4番ホールは、ホールインワン賞がある、ホールになりまして、ホールインワン賞のお車はこちらになります。こちら X2 でございます。こちらのホールでは、ホールインワン賞として X2 を贈呈しております。こちらに大きくホールインワンアワードというふうにステッカーを貼らせていただいております。こちらの X2 は、前のモデルよりも、迫力だったり、顔つきが鋭くなったモデルでございます。ご覧いただいた通り、はい、迫力がすごいです。なんといっても私のお気に入りポイント、こちらのスポイラーになります。こちらなんと標準でついております。はい、ということで、はい、アベモータースゴルフカップ終了いたしました。お疲れ様でございました。いや、一日雨もなく良かったですね。はい、また風がね今ね、はい、ちょっと強くてね、はい、はい、ということでこの後、まあ、今時間的には2時なんですけど、この後表彰式があって、まあ、このゴルフカップで、優勝した方は、うわー止まってるいなくなった。はい、ということで、はい、こちらの、優勝者の方は、ゴルフカップ BMW のゴルフカップの方に出場する権利が得られるというような、はい、ゴルフのイベントをやっております。はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、バイバイ。